아, 천장의 활퀴리야. 이번에 15장인가? 되게 뭐 많이도 했네. 나지알での戦いを制し我が軍はついに帝国軍を国境線まで押し返した。 지금 궁금한 건데 왜 황제는 이 뭐라고 했냐? 이 갈리아라고 하나? 갈리아라는 나라에 왜 이렇게 집착을 하는 거지? 아무리 라그나이트가 풍부하다고는 해도 얘의 큰 목적은 일단 전 세계를 정복하는 거 아니야? 그럼 유럽 연합부터 해치고 나서 이쪽을 해도 상관없지 않을까? 얘는 어차피 중립인데. 帝国軍は現在国境のギルランダイオ要塞に立てこもっている。 ギルランダイオ。 절레 절레. 지금 생각해봐도 조금 이상하네. 뭐 나중에 나오면 그것도 보여드려 좋겠는데. ギルランダイオはガリアと東部ヨーロッパを結ぶ交通の要所として中世より関所が置かれてきた要害の地である。 中世に築かれた城塞が後に近代要塞に改築され、第一次ヨーロッパ大戦時には激戦の地としてガリア帝国領軍ともに多くの死者を出した。二次大戦時には帝国のガリア戦線総司令部が置かれ、文字通り帝国の最終拠点であった。 그럼 벌써 막바지야? 今回はどのような作戦で要塞に攻撃をかけるのですか？まだ詳細な指示は私のところにも降りてきていないのだ。 알리시아에서 저 뭐라고 하냐? 저 요새를 박살내 뭐 이런 식으로 나온 거 아니겠지? 이러지 마라. 心配するな、バーロットよ。わしが自ら作戦を伝えに来てやったぞ。 아, 나얘 마음에 안 들어. 아니, 그래도 이번엔 좀 침착해졌을지도 몰라. 将軍閣下。わざわざご足労いただき恐縮です。 야, 그래도 침착해졌으니 작전이 제대로 된거 되겠지? ラジアルでの義勇軍中隊の働き、誠に見事であった。そこで今回は栄誉ある要塞攻略の戦法を義勇軍中隊に与えよう。 작전은? 作戦はこうだ。要塞へは物資運送用の線路が通じておる。その線路に爆薬を満載した車両を走らせ、要塞の正門を爆破するのだが、義勇軍には爆薬列車を正門まで走らせるために線路上のスイッチを切り替えてきてもらいたい。 근데 근데 그 이전에 폭격이라던가 이런 거에 좀 취약하지 않을까? 線路のスイッチの切り替えですか。敵の猛烈な戦火をかいくぐっての任務、先鋒というより決死隊ではないでしょうか。何を言う、勇猛で命知らずのお前たちだからこそできる仕事ではないか。ああ、 この戦いに勝利すれば、ついにガリアから帝国軍を駆逐することができるのだぞ。야, 근데 총안 맞나? 正規軍のために道を開くのだ。わかったな、バーロット。 야, 전보다는 훨씬 건설적인 작전인데, 그래도 여전히 작전은 마음에 안 들어. くそ!また俺たちに危険な任務を押し付けやがって。 ですが、誰かがやらねばならない任務であることも確かですね。その通りだ。将軍が言ったように、この戦いに勝てばガリアから帝国の影は消える。これを我々の最後の戦いにしよう。諸君らの活躍に期待しています。以上、解散。いや、 그래, 전보다는 훨씬 건설적인 명령이야. 그나마.
の方はダメだ。子供の方を先に救出しろ。殿下、殿下。それは、あ、じゃあ、ちょらんな。いつもの夢であったか。いや、いそごえんちょ、梶原。ガリア軍の様子はどうだ。は、我が軍を領内より追い払わんと、全軍を挙げて押し寄せてきております。そうか。ナジアルで敗れ、ランドグリーズに正面から堂々と入城するという世の望みは断たれたな。申し訳ありません。この私がナジアルで遅れを取ったばかりに。あ、いくら青いやちもてち。どうか私に今一度機会を。殿下のために戦わせてください。セルベリアよ、世の力になりたいか。はい、もちろんです。殿下にお救いされて以来、ずっとずっと殿下をお慕い申し上げてきました。ああ、いろん狂信적인믿음정말정말싫어해。待望のお役に立ちたいのです。そうか。ガリア軍、戦力をこの要塞に集中させている。貴様はバルキュリアの最後の炎を燃やし、ガリア軍を消滅させるのだ。진짜멍청하다。아니근데최후의불꽃이라는말들으면왠지잡복이라는느낌이생나지않냐근데貴様の命が世に栄光をもたらすであろう。さらばだ、セルベリア。자폭、자폭하라는、자폭하라는말이랑왠지똑같이들리는데。근데、아니근데、気に入らねえな、女を泣かせるのは。왜저발키리아는제후군의비장의카드아니었나？야그거를그냥한번줬다고해서저렇게날려버리는것도。저맥시밀리안이라는사람이되게얘도벌써침착함을잃어버린것같아저렇게보이고있지만나지아르대의대결에나서기전에예상했던전략의하나가아니었바르큐리아의힘이통할줄알았을때셀베리아의이용가치는단한つしかない。바본가 바보야이용가치는아전차를푸슝푸슝하고날려버리는걸보고도충분히이용가치는있다고생각하는데そういえばランドグリーズからお前宛てに使者が来てるらしいぜ。そうか、待たせておけ。今は使者などに構っている暇はない。これより鋼鉄の釜作戦を発動する。イエーガー、一旦本国へ戻るぞ。なんだと？じゃあとうとうマーモット。そうだ、試験運行が完了したとの知らせが届いた。いや、이번엔뭐거대전투로봇이라든가그런거아니겠지。勝利に浮かれるガリアの柔らかい腹を切り裂くのだ。발키리아를상대할수있는건발키리아잖아。근데만약에얘가거대전투로봇을타고나타났다고쳐봐。그러면은알리샤가얍이거라도먹어라푸슝푸슝하면서그거대전투로봇을펑하고터뜨리지않을까싶은데。야맥시밀리언조금재고를해봐。야다시생각을해。절레절레。스먼みんな、揃ってるかい？いや、アリシアがいないよ。そうか。とりあえず、作戦を伝える。他の正体のやつから聞いたよ。
爆弾列車の線路工事をやるんだってな。ああ。だが、誰かがやらなくちゃならない任務だ。まあ、俺たちは義勇軍だ。きつい任務が回ってくることは慣れっこだ。それより隊長、あんたに一つ聞いておきたいことがある。アリシアの、あのバルキリアの力、今度の作戦にも使うつもりか？もちろん、使うつもりはない。僕は隊員たちみんなの力を信じている。それ以上何かの力に頼る必要があるかい？내생각이랑정반대네쉽게쉽게할수있으면은쉬운방법을택해야되는거아니야이용할수있는건전부다이용하고이고타이다사스가와우리たちの隊長さんだぜ왜더이해가안되네우리たちはもう覚悟は固まってる何しろこれが最後の戦いなんだだから隊長アリシアのところに行ってやんな今のあいつにゃあんたが必要なんだ。いや、作戦시작도안했어。わかった。じゃあ、ここは任せたよ。とは言うものの、今度ばかりは隊長でも難しいだろうな。アリシアと隊長が元気がねえと、正体も今一つ盛り上がらねえ。どうにかアリシアが気を取り直してくれるといいんだが。アリシア、ここにいたのか。ほら見て、ベルキー。こんなところにも粉雪草の花があったよ。ほら、バッチリ。ベルキー、いい感じだよ。ありがとう。염장질이라니베르키파르디오의話聞いたよそうか私がね陣地の中を歩いているとみんながひざまずいて私を拝むのバルキュリア様だ神の子だってどうかガリアをお守りくださいって私どうしていいかわからないこれから私どうやって生きていけばいいのアリシアごめんごめん暗い顔しちゃってこれから最後の戦いだっていうのに心配かけちゃってダメだな私アリシア・メルキオット軍曹これより軍務に復帰しますでは小隊長殿失礼しますアリシア그리고자기역자기상황에빠져가지고자기역할도생각하지않는사람보다사람이아닌건사람이아니니까마음에드네역시나저장안한것같은데네와작전내용을伝える이번에도북부야세계기동총을써가지고발동시킨다거나그런액션영화같은짓은안되겠지어렵진않겠네어렵진않겠어이디도넣고라르고도앞에하나세우고테드대충이정도면충분해너무많이했어지금도
諸君らの健闘を祈っています。以上、